皆さんこんにちは福島県立医科大学の石田ですこの活動は福島県立医科大学と福島民友新聞社の主催、それから福島県をはじめとするご覧の団体のご講演をいただいております。この減塩サミット in 福島は今回で3回目ですが、今年もコロナ禍で一堂に会しての開催が難しいことから、 福島民友での紙面掲載、これは3月21日になると思います。それから我々の大学の YouTube チャンネルでの開催となります。今回は講演を2つご用意いたしました。まず講演1として兵庫県天崎市でクリニックをご開業なされており、また大阪大学で昌平教授としてもご研究をなさっている勝也智弘先生にお話しいただいております。 勝也先生には、実地医科のお立場から、家庭血圧を測定することの大切さ、家庭血圧など、家庭でのご自身の状態を記録した手帳を用いて、医師と情報交換することの大切さ、いわば医師と患者さんとの交換日記がいかに大切かというお話です。それから、減塩の大切さ、それから減塩のコツ。最後に、 尼崎での地域ぐるみでの減塩の取り組みのご紹介をいただきます。次に、講演2として、本学の糖尿病内分泌代謝内科学講座主任教授の島袋道夫先生に、高血圧と生活習慣病というタイトルでお話しいただきます。島袋先生には、減塩に加えて、肥満にも重点を置いてお話しいただきますが、なぜかと言いますと、 食塩過剰摂取が高血圧になることは皆さんよくお分かりだと思いますが食塩の取り過ぎに比べて肥満も高血圧の原因になるということをよく知っておいていただきたいからです肥満が糖尿病やメタボリック症候群の原因になるだけではないというお話ですそして生活習慣病がなぜ悪いのか具体的には生活習慣病によって 動脈硬化が進む。そして動脈硬化が進むと、心筋梗塞や脳卒中などのいわゆる心血管病が起こってしまうというそのプロセスを詳しくお話しいただいております。さらには、心血管病をどのようにして予防するかということもご解説いただいております。今回、なぜ肥満に重点を置いたのかと申しますと、我々福島県民の生活習慣がとても悪いと。 いう不名誉な事実があるからです例えば食塩の摂取量これはほぼワースト1位で全国でも最もたくさん使用を摂っている県民です加えて全国で最もとっている県民でもありますさらに加えてタバコもたくさん吸いますし運動習慣も都市部に比べると少ないという現実がありますこれらの生活習慣が悪いことから 高血圧や糖尿病などの患者さんも非常に多い。そして生活習慣病を元にした心臓病や脳卒中による死亡率も全国でワーストの部類に入る。こういう深刻な事実があります。次に昨年に引き続きまして福島学院大学の皆さんに減塩レシピをご紹介いただいております。今回はデコポンご飯と 春野菜のミルク煮だそうで、この作り方を動画で丁寧にご説明くださっております。最後に、今回からスーパーマーケットの市井さにご協力をいただいております。具体的には、この減塩サミットの掲載されている新聞紙面を再録し、これを配布してくださるそうです。それから、この減塩レシピの動画放送を店舗を限ってですが、してくださるそうです。 それからこの減塩レシピで使われた材料商品の展示もしてくださるそうです。最後に、世の中には減塩商品というのが実はたくさん販売されているんですけれども、1、2、3で取り扱っておられる商品を展示してくださるということです。以上が今年度の減塩サミットの内容です。では皆さん、どうぞご覧ください。